矢沢あいの代表作の一つ、パラダイスキスがついにアニメ化。そして主人公ゆかりの声を演じるのは、今人気絶頂の山田優さん。顔見せて。ちょっとやめてくれない？私暇じゃないの。うわ、いいのか。え？すっげえ美人じゃん。矢沢愛さんがすごくの漫画がすごく好きだったんですね。それでパラダイスキスももちろん読んでいて、でお話をいただいた時はもう一言でやりますすごい嬉しかったです。それでアフレコだよって聞いて、いやすごい、もうどうしよう、やったことないぜっていうのはやっぱりありましたけど、だけどこう、この作品に関われることがすごく嬉しくて頑張ろうって思いましたね。何ですか？昨日は僕の仲間が迷惑かけたみたいですまなかったね。許します。さようなら。生徒手帳なくさなかったかい？アトリエに落としていっただろ。それでわざわざ届けてくれたんですね。ありがとうございます。そしてついに緊張の中、パラダイスキス第1話のアフレコに初挑戦。当たり前でしょ、私の手帳だもん。難しいやっぱり、今回初めて、やらせていただいたんですけど、本当自分の声だけでいろんなことを表現しなきゃいけないので、しかもそれを絵に合わせなきゃいけないっていうのがあったので、やっぱり難しいって感じですね。当たり前でしょ、私の手帳だもん。ふん、欲しけりゃ自分で取りに来いよ。ちょっと待って、待ってよ。ちょっと運転荒いんじゃないですか？もともとパラダイスキスの大ファンだった山田優さんは、ゆかりに自分自身を重ね合わせるほど彼女のキャラクターに共感している。ゆかりちゃんの好きなところはすごくまっすぐで嘘をつけなくて、で、自分が思ったことはやろうっていうようなところがすごく好きなんですけど、私のところはその中の熱いところかな。ゆかりのことをこう喋ってると、こうやっぱ自分とちょっと照らし合わせながら喋ったりとかして、こう自分にも言い聞かせながらやっていけるので、一緒に成長していけたらいいなって思います。パラキスの服はジョージがデザインしてるんだよ。それをイザベラがパターンに起こして嵐と美和子で縫ってるんだ。お待たせしました。パラダイスキスはゆかりをはじめ登場人物のファッションも注目の的。すげえ、やっぱ似合うぜ、ちくしょうめ。ごめんなさい。私はもうすごく大好きなんですけど、何も分かってなくて、昨日はひどいことを言ってしまって、みんなそれぞれやっぱり自分の個性があるファッションをしていて、時代に流されていなくて自分が好きなものを着るっていう、僕もすごく好きですし、私はゆかりちゃんが着る洋服は全部好きですね。矢沢さんすごいなって返事は3日待つ。え、早坂ゆかりさん、俺たちのショーのモデルを引き受けてもらえませんか？そしてアフレコと同時進行で、山田優さんによるゆかり役のイメージシューティングが行われた。じゃあちょっとこれ行きましょうか。
ども。